た東京の人やからアホかーの意味がわからんのや。そんな突然お前が好きだなんて言われたら誰かってアホかーって言うわ。大阪弁でアホかーって言うたらな、私もあんたが好きなことくらいわかるやろっていうことなんよ。私には不思議な力があって、夜何気なくデジタル時計を見ると決まってゾロ目だ。1時11分、2時22分、3時33分。その話を彼にしたら、ほんならパチンコ屋で37のフィーバー出してくれへんかと真顔で言われた。ロマンティックではない彼なのに、どうして私にはロマンティックに見えてしまうのだろう。初めて彼がこの部屋に泊まった夜、おっちょこちょいな彼は冷蔵庫から缶ビールを出したとき、ちゃんとドアを閉めなかった。部屋の明かりを消しても少しだけ開いたドアから漏れる冷蔵庫の明かりが私たちのナイトランプになった。一人ぼっちの私は今、冷蔵庫のドアをわざと少しだけ開けて彼のことを思っている。
じていたい。